腰の動きですかね。どんな、すごい自然にうまいみたいな、うん、刻んでますね。早い感じですか、ね、あ、メトロノーム的に。なんかそれの使い分けもうまいみたいな、あの遅いゆっくりな時とか早い時とかみたいな。手満ですね。手満じゃないですかね。そこで決まるっていうか、手満うまくても腰の動きが下手な人もいますけど、手満が上手な人は腰の動きとかもすごい自然な感じだと思います。あ、慣れてんなみたいな。一番は腰の動きじゃないですかね。でもずっと速いのはちょっと厳しいですね。こっちの体力的にもしんどいですね。あの波があったらいいんじゃないですか。気がついたら抜いてるみたいな。おー、すごい。なんかもうなんか気がついたら向こうがもう抜いてたみたいな感じ。スピードが速い。流れがちゃんとできてる人。やっぱ最初牛とか中から入って、そっからだんだん真面目にこなして、まあ、最後にちゃんとやるみたいなのがちゃんとできてるのが上手かなって思います。身なりが綺麗な人じゃないですか。ちゃんと自分のことも綺麗にしてないと相手のこともちゃんと分かってないと思うんでって思います。そうですね、ちょっと、はい、綺麗な人がいいです。ヒゲもちゃんと綺麗とか、伸ばして手元と泣いてあるとか、清潔感のあるすごいメンズっていました。あー、いました。いたかもしれないです。なんか服装もだらしなくないっていうか、ちゃんとした服装でっていう感じで、別にそんななんかチェーンがジェラジェラついてる感じとかでもなくて、おしゃれな今時の青年って感じです。順序を知ってて、知ってて、ちゃんと別にこっちから言わなくても順序知ってたらうまいんじゃないですか。遊んでそうな、見た目チャラい。見た目チャラい。女遊びしてそうだなって人は、うまそうに見えます。